熊本のご出身八代亜紀さんです。ようこそ。今日はありがとうございます。3年前 KKT の番組に出演した時の映像です。代表曲の一つ船歌をアカペラで披露してくれました。お酒のるめの考え魚ぶっていかれ女も口ない人がいい明かりはぼんやりともりゃいい。九州産高交通に入社しバスガイドを経て1971年に歌手デビューした八代さん。独特の歌声と高い歌唱力でヒット曲を連発しました。突然の訃報に地元の八代市では、いやもうショックでした。まさかと思っていつもラジオを聞いてたんですけど番組で、お亡くなりになったのは本当に寂しくて辛いんですけども、苦しさからも辛さからも今ちょっと解き放たれてらっしゃるんじゃないかなと思って、もう本当にご冥福をお祈りするばっかりです。1980年には雨の慕情で日本レコード大賞を受賞。日本を代表する演歌歌手となりました。おかえりなさい。おかえりなさい。皆様ただいま。ふるさと熊本を愛し幾度となく歌声を披露しました。近年は熊本地震や熊本豪雨の被災地にも訪れた八代さん。八代も一生懸命頑張るからね、楽しんでってください。傷ついたふるさとの姿に心を痛めながらも歌声で復興を後押ししました。こちらは熊本で初めて開かれた八代さんの絵画展。趣味の絵画ではその表現力が評価され、フランスの国際的な美術展で5年連続の入選を果たすなど、アーティストとしての才能も発揮しました。私たちの熊本県人のやっぱりこう一つの集中ですからね、はい、描きたいとすごく思いましたよ。所属事務所によりますと、八代さんは去年9月、膠原病の一種で指定難病の抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎と急速進行性間質性肺炎を発症。療養を続けていましたが、先月30日に亡くなったということです。もうびっくり。残念と、まさかっていう感じですよ。こう話すのはキャバレーニュー白馬の池田義信社長。デビュー前の八代さんはこの店のステージで歌を披露していました。八代の宝ですよ、うちの店の宝です、はい、それをなくしたって本当に信じられないくらいショックですよ。お疲れさんと、いや、それはお休みなさいということしかないですね。ありがとうございましたということしかないです。八代さんが描いた絵をふるさと納税の返礼品にしていた八代市では、心からお悔やみを申し上げます。八代の PR というのは本当に全国的に発信していただいたなという思いが強いですね。これは本当に感謝の気持ちでいっぱいです。2013年から八代さんが毎週電話出演していた地元ラジオ局の番組で共演していたパーソナリティの前田美紀さんは、接していくうちに亜紀さんの温かさとか八代を思う心、あれが本当に私自身にも伝わりましたし、それを聞いているラジオを聞いたリスナーの皆さん方にも伝わっていたんじゃないかなって思ってます、うん、明るく誰にでも優しい性格で愛された八代さん。
その歌声はこれからも県民の心に残り続けます。